誰でも面接練習のその面接官の役をやってくれてですね、私にこうしたらいいよとかっていう新しいアドバイスをいただけたりとか、そういったことってあんまりないと思うんですよね。なので本当に今人に恵まれてるなと思うし、この子たちと一緒にやれてよかったなと思いますし、今日の晩ご飯はおでんと唐揚げとあと焼きおにぎりと朝日のノンアルビールです。いただきます。はい、いただきます。はい、うまい、結構うまいわ。一番おいしい。よし、分かるよ。嘘つけないのかよ。犯罪取ります。気をつけろ。全部嘘だ。